フォロワーゼロの人が SNS を使い収益化するときなら青白じはどうしますか自分はお金配りをしてフォロワー集めるのかなと考えました。はい。まず結論から言うとですね、もうお金配り。はい。ツイッターで流行りましたね。まあ、前澤さんがやって、まあ、その後僕がやって、みたいな感じでお金配り流行りましたけど、もう終わりです。もうお金配りはオアコンです。はい。もう、あのね。 なんでかっていうと、最初の方が良かったんですよ。僕も、青汁劇場で、1億8000万円脱税したって言って捕まえたんで、1億8000万円分配ったんですよ。僕の中の真実があるんだって。その時は、えー、ツイッターのフォロワーが、えー、いろいろ助走したり、補正やったりして、10万人ぐらい増えたのかな ?10 万人ぐらいに達した時点で、えっ、ー、と、10万人ぐらい達した時点で、えー、バンと、えー、お金配りしたら、なんと一夜にしてですね、次の日何人になってたと思います皆さん。何人になってたと思うマジでこれ。今でも衝撃的覚えてるんだけど、 次の日、起きて、ツイッターを開いたら100万人超えたんですよ。お金配ったら。はい。それぐらい効果がありました。でも、今もみんな詐欺師とかも真似して、え、どん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 ね、いろんな人がね、お金配りの詐欺をやるようになりました。で、お金配り自体で、に、もう皆さん抵抗が、 生まれてで、結局お金配り応募しても当たんねえじゃんみたいな人が増えたんでえ、フォロワーを増やそうとしてお金配りすることは非常に広告効率が悪いです。はい。まあ、これも広告だと思うんですけどね。広告宣伝だと思うんですけど、100万人のフォロワーを買うのに、まあ1億円配るのはある意味で、まあ見方としては、えー、まあちょっと高いなと思うかもしれないんですけど、あの回収できるとは思うんですよ。例えば自分のね。 え、サービスとかね、いろんなや何,何かしらアプローチすれば、回収できないことはないと思うんですけど、今は費用対効果が悪すぎます。はい。なので、えー、お金配りは、えー、お勧めしません。はい。で、フォロワーゼロの人がやっぱ集客するんだったら、まあ、あの、やっぱ有名な人から流してもらうしかないと思います、今の時代は。はい。一番それが手っ取り早くて早いですね。はい。なので、えー、それで著名人の人と仲良くなって、そっからフォロワーパワーを分けてもらう。も、ま、う、あ、一、からバズらせることが一番鉄板なんですけど、一からバズらせるって相当大変 なんですよそもそもめちゃくちゃ面白いネタを投稿したとしても、一過性なんですよね。ずっとバズり続けないとフォロワーと増えません。それめちゃくちゃ難しいです。はい。なので、有名な人から増やしてもらうのがいいんじゃないかなと思います。はい。今日はリュック背負ってるんですね。はい。これリュックじゃないです。服です。はい。服です。こういう服です。これ服なんです。はい。もうハイセンスな服なんで、リュックじゃないですから。はい。リュックじゃないです。